はようございます、影丸です。今日は WRX で、出勤の動画みたいな、いつも影丸が WRX を運転して出勤するコースをちょっと動画で見てもらおうと思ってます。まず出勤して最初に寄るのがタバコ屋さんです。タバコを買ってコーヒー買ってみたいな、ちょっと買ってきます。タバコ屋さんの自販機100円、 UCC の缶コーヒーで、タバコ2つ買うみたいな朝の UCC 缶コーヒーも最高ですね。たまりません。今日なんかめっちゃ蒸し暑いですよね。それで、大通りに出るんですけれども、ここの道路が怖くて一時停止しない車が多いんですよ。有効期限は2021年4月です。この辺ね、一時停止しない車が結構いてて地面に危ないみたいな。一時停止です。車があんまり通らないので、で、こっち方向に行く抜け道になってるんですよ。だから結構朝急いでる車が多くて、一時停止せえへんみたいな。このまっすぐ方向がユニバーサルスタジオジャパンになるんです。この先カーブです。今海のところで撮影するところらへんですね。こっち方向、あ、こっちかで、この辺もずっと違法駐車、なぜか駐禁切られないんですよ。この辺ずっと車止めてても駐禁切られへんみたいな。あっち25度。ここはもう産業道路になってて、まっすぐ いっぱい倉庫とかあるんですけど、まっすぐ行くと天保山ジャンクションに出ることができるんですよ。ここまっすぐ行くと、この先一般道速度取り締まりにご注意ください。いわゆる抜け道、抜け道的な道路です。で、僕は桜通りを曲がるみたいな、この斜め方向のところから自転車飛んでくるみたいな、ちょうどミラーで見えへんから危ないみたいな。で、今は通学交番があります。時間帯なので、左方向、この先高速の H システムがありますよ。おじさんおばさん、制限速度は50キロですよ。ありませんね。もうめっちゃ美味しいです。それで桜通りを右折、ここのまっすぐの方向は違法駐車が多いから、まっすぐあんまり抜けたくないみたいな。まっすぐ行った方が早いかもわからないんですけど、なんか生理的にちょっと道路が合わないみたいな。
で、オリックス、元オリックスドライビングスクール、大阪港ドライビングスクールを過ぎて左折。道路の方が道幅が広いから違法駐車あってもこう対向来ててもすれ違うの楽みたいな。自転車走っててもこう邪魔にはならないみたいな感じで、すごい走りやすいからいつもこのルートですね。工事のその外側のあれを外してるから駐車場違うとこ止めてくれって言われてるので、こっちをまっすぐ行って紅ちゃんラーメン食べたことないんですけど、紅ちゃんラーメンを右折。ここ1日600円やったんですけど、なんか値段上がってて今700円になってます。それで、ぶつけられたら嫌やからなるべく端っこに止めるみたいな。今日は端っこ、いけるわ。こっち側にしましょうか。白線はび出て目いっぱい右に寄せてるみたいな。よいしょ、以上です。 UCC 缶コーヒー朝もう最高ですね。あーめっちゃ美味しい。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。